さっきルイ君に紳士服の粉かって言われましたギターの真田です。お願いします。ジンです。よろしくお願いします。プロミスタイムスタート。プロミスタイムスタート。それはどんな感じで。プロミスタイムスタート。よろしくお願いします。はいはい、じゃあ続いて。プロミスタイムスタート。どうですよ。はい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 。じゃあ続きまして。プロミスタイムスタート。ルイです。はい、ありがとうございます。じゃあじゃあじゃあ。さて皆さん、久しぶりですね。スクリーピーそして、そして、いつの間にか、最終回です。なんということです。皆さん最終回、ですけども、いつもと変わらないスクリューを、ね、このパソコンの前のみんなに届けたいなと思っているので、今日も楽しく、できたらいいなと思います。はい、よろしくお願いします。涙は見せないようにします。はい、涙は見せないようにします。あ、そうっすか。はい、そうですね、この間皆さん、大ベストがありましたね、うんうんうん、はい、10月17日、ちょっとそのことなどもね、ちょっと触れていきたいなと思うんですが、うん、どうでしょう、どうでしょう、大ベスト。さあ、大ベストどうだった。じゃあ、まなぶくん。あ、そうですね、ライブがこうメジャーデビューの日だったじゃないですか。はい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 、ね、うん、いろいろこう、まあ僕ら的にはこうツアーの中のこう最初の一本なんですけど、うん、やっぱりこう周りの人がこうおめでとうとかこうたくさんこういろんな気持ちがおいただいたので、はいはい、グッとくるものがありましたね。グッときました。そうですね、うーですね、うん、みたいな。なるほど。じゃあそんなグッときたジン君、はい、プロミスタイムでもう一回ちょっとそれするんですか。カメラの前どうぞ。カメラの前でプロミスタイム、あ、今アップかな、はい、グッときたこと、グッときたことをプロミスタイム、あ、なるほどね、スタイムっぽくっぽくね、はい、ツアー初日にもかかわらず、ファイナルのような雰囲気の中、りょうくん、はい、プロミスタイムさーん。そうですね、初日でしたけど、ね、なんか俺全然、はいはい、はい、はい、まあまあまあ、はい、まあ、ちっちゃい、ちょっとずっとはなんか、ね、ただのライブ一本っていう感じがしなくて、うんうん、ずっと自分の中でいろいろな気持ちが湧かれてて、すげえ、精神的にぐっと疲れて、ライブ終わった後もうメイク落ちさず寝ましたからね。すごくわかります。本当に、なんか、重い一日だったなっていう。やっとなんかそれを、その日を超えれたっていう。そうだね。ずっとその日がなんか、どんなのかな、どんなのかな。経験できてよかったですね、その日を作るように、ね、一緒にちょっとパラダイス、パラダイス。そうだね、まあ、いろいろね、こう考えちゃうこともね、そうね、俺も結構ありましたからね。でそんなウェル君、はい、どうでしたか。いや、サプライズびっくりしたじゃないですか。サプライズね、あれはちょっといい感じ、あれは反則でしたね。可愛かった。まあ、あのこうね、あのメッセージをね、うん、皆さんに頂いてね、書いてくれて、やっぱね、思ったよ、年はとんでも見えなかった。そこって行き着く結果、うん、誰でも嬉しかったですよね。涙も悪くなりますね、うん、まあ、しょうがないかなと。いや、すごいね、あのやっぱいい一日だったなと、うん、いいというか、なんというか感慨深い、うん、大事な一日になりました。記憶に残りました。まあそんなところでですね、早速コーナーに行きたいなと。イエーイ。おやじの題して、はい、スクリューインアート、ブラムスター、ブラムスター。スクリューインアート、うん、イラスト心理テスト。ちょっと違いますね。最終回にして新しいコーナーができたのでね、まさかの展開ですけどもね。まあ、さてさて、スクリュー TV ショーといえば、うん、今までかなりイラストを描いてきたじゃないですか、うんうん、なので今回はね、イラストをバンバン描いていこうかと、まあ、みんな結構ねレベルアップしたいと思いますからね、うん、今回はね、メンバーの深層心理を覗くべく、
イラストを描いて心理テストを行っていこうと思います。さあ来い。よし、ということでまずね、これホワイトボードなのでこれを、はい、配ってください。はい、どうぞ。はい、どうぞ。しっかりし、しっかりしたホワイトボード。いや、全然分からんですね。いや、これしっかりしたホワイトボードね。高いんじゃない。いや、これお高いんじゃないの。これ、あれにかけられるもんね。かけてるね、高い。でも俺なんか止められてる、俺。すみません。お高いなんでしょうか。なんと今のランチング、これ値段がいくら1980円ね。はい、安い。じゃあ、パソコンの前で皆さん、どんどんツイートしてください。買ったと。ハッシュタグ、忘れないで。そうそう、こちらね。こちら。こちらはね。これ iPad で見てるんで、MJP の、日本語ツイッターのマーク JP アンダーバー MJP をフォローしていただいて、番組ハッシュタグのシャープスクリー TV をやってツイートしてくれれば、こちら見てます。はい。コメントすごい待ってます。あ、いっぱいしてください。これ最終回ですからね。はい、ですね。結構ね、流れてますよ。過去最高数が欲しいですけどね。そうですね。まあ、ハッシュタグランキング1位を目指して頑張っていきましょうよ。はい、今日はね。お願いします。はい、ということでですね、早速、あ、違うわ。パソコンの前の皆さん、紙とペンを用意してください。うん、で、一緒に心理テストをね、テゲザーね。え？テゲザー？テゲザーしようぜということでね。一緒にね、なんか楽しめたらいいかなと。皆さんペン出してください。ペンと紙、紙とペン、紙とペン。買ったっていう字で見てますね。そうね、早速。じゃあもう大人からしたら皆さん聞きましょう。ですね、いいですかね。はい、準備できますかね。多分大丈夫です。ということでですね、まず、これ問題がいくつかあって、答えは僕も知りません。おう、おう、なんか僕も参加したいなと思っているので、じゃあまず、手始めに何も考えず渦巻きを一つ描いてください。何も考えず渦巻き、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 渦巻きですよ。渦巻きですよ。いいですか。渦巻き、渦巻く感じなんですよね。だいたいまあまあ俺描けるな。渦巻きですよ。丸としか出てこない。はい。渦巻き書けました。渦巻き。バッチリ書けました。はい。だからまあ、テレビさんは渦巻き、皆さんはみんな渦巻き書いた。渦巻き書けましたか。はい、いいですか。8ですよ。はい。じゃあですね、今回ですね、答えを発表先にします。うん、はい、渦巻きは何なのか。何なの、渦巻き。はい、これか。そうです、渦巻きって何なのか。はい、こちらにね、答えがまだ田崎くんも知らない。お答えも知りません。初めて言います。ということでまず、はい、やります。はい、あ、なるほど。この渦巻きから分かるのは、はい、あなたの性格と。ほう、性格。はい、お、中心から外に向かって書いた人、うん、この人ですね。はい、良くも悪くもですが、よく言えば向上心の強い、自分にね、こう限界を突破したいと考える、そういう人ですね。そしてその逆、外側から中心に向かって逃げて落ちたかと。良くも悪くも変わった人、周りがどうあれ自分が興味を持ったことに没頭する俺流タイプと言える人。少し疑い深い面もあり、物事には堅実に対応、非現実的なプランは容赦なく切り捨てる超現実主義者でもあります。さあ、変わり者と言い方が良かったですね。さあ、じゃあやっていきましょうか。はい、はい、じゃあまずじゃあ出したいな、まあ、ちょっとまあ見せましたけどね。普通にラーメンのナルトをイメージして書いたんですけど、はいはい、どう真ん中ですかね。まあ俺もこう真ん中から真ん中からそこに書いてあるタイプ、中心からそこに書いてある。だから、まあ、そのままこっちとして、みんな高かったんじゃない。確か、俺も後でしょ。まだあれじゃん。徐々にこう、すげえことになってる。まあまあまあ、じゃあ、まあ、ぼつぼつ。まあ、確かにね、丸くなってるなと。ぼつぼつやります。思います。そして、じゃあ、ジンと。俺ね、はい、まあ、こういう、結果こういう絵になったんですけど。だから結果さ、どうなってるんですかね。これ、竜巻系の。竜巻系の。そうです。俺ね、外側から描いた。外側から。あ、そうなの。だからまあ、俺流タイプで、うん、超現実主義者。なるほど。まあまあ、わからんくないかな。
じゃあまずじゃあずっと次行こうかな。これね、あのね、あ、ちょっとね、あの最後にしますこれね、マナさんと似てるんだけど、俺ね、逆なんですよ、マナさんと。なるほど、外から書いた。まあ、俺言うタイプ。多分そうですね。今んとコツコツ頑張る人間の人しかいない。で、半分の1。で、現実を、現実的な人は2人で。2人。はい。いや、そしたら次僕が。